麻生橋について国土交通省は4年以内の完成を目指していることが分かりました麻生橋の崩落現場です崩れた山肌は今もそのまま残っていますそしてあちら6 0 0ルほど下では新しい橋の架け替え工事が進められていますちょうど1年前大規模な土砂崩れで麻生橋が崩落しました 国土交通省は元の場所に橋を復旧するのは難しいとしておよそ6 0 0メートル下流に新しく橋を架け直すため準備工事を始めています4年以内の完成を目指しているということですまた橋が完成するまでの代替ルートとして下流にある徴用大橋を補修して3ヶ月後をめどに開通させる予定です